実行中の KDE セッション上で新たな KDM を表示した ZNIST ウィンドウが表示されている様子。ZNIST は X ウィンドウシステムサーバの一種であり、一つのウィンドウ内にその出力を表示する。つまり ZNIST は X ウィンドウシステムの画面が一つのウィンドウとして通常の画面上に開けるようになっている。プロトコルレベルでは ZNIST は ホストとなるウィンドウのクライアントのように振る舞い、ズニストのウィンドウ内でウィンドウを開くアプリケーションから見ればサーバーとして振る舞う。ズニストは他のコンピュータの仮想デスクトップをウィンドウ内で動作させることができる。ズニストはサーバのデバッグに使われたり、アプリケーションが各種画面サイズでうまく動作するかのテストに使われる。実際、ユーザーはズニストのウィンドウのサイズを選択でき、 それが仮想画面のサイズになる。そのため PDA の画面サイズで ZNIST のウィンドウを起動し、アプリケーションがその機器の画面の大きさでうまく機能するかどうかをテストするなどの利用法がある。ZNIST は他のコンピュータのデスクトップをローカルに表示するのにも使われる。さらに ZNIST は普通の X サーバーとしても機能するのでリモートでアプリケーションを起動し、 それらをローカルのズニストに接続することができる。2011年5月にゾアグ、カンフで指定して利用するドライバ版の XF86 ビデオネステッドが公開になり2013年リリース予定の X11R7.8 では単体アプリとしてのズニストは廃止が検討されている。ありがとうございます。